皆さんこんにちは、アドブロです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回はこちら、いつも楽しく動画を拝見させていただいております。ボックスフレームの薄型とラウンド形状の中圧では同じ RH でも飛びや打球感の柔らかさは異なるのでしょうかという内容ですね。まずはご質問ありがとうございます。今回 RA と打球感の話になっていくんですが、ラケットの性能とか打球感を語る際に非常に重要な要素の一つになっているのが RH だと思います。しなるかしならないかっていうのを数値で分かりやすく示しているっていうような、そんな数値になってますよね。で、以前であればラウンド系って言えば RH が高くてしならないし、ボックス系ならRH は低くてすごくしなりやすいっていう傾向っていうのが分かりやすくあったというか、はっきりしていたんじゃないかなと思うんですが、現状というかここ数年になって数年単位かもっとかなとは思うんですが、ラケットの種類もすごく増えましたし、形状もすごく複雑になってきていて、結果としてその目に見える形状とか厚みからその RH であったりとか、フレックスであったりっていうのを予想するっていうのが、非常に難しくなってきているんじゃないかなと思います。薄くても硬く感じるものっていうのは増えてますし、逆に厚くても柔らかいっていうのもすごく増えてるかなと思います。どっちかっていうと厚くても柔らかくなってるっていうタイプの方が多いのかなとは思うんですが、はい。なのでじゃあ今回の質問が生まれてくるっていうのも、そうですね、自然なことなのかなと思うんですけれども、じゃあアドブロっていう人間が、この質問に対してどう、考えてるかっていうことになると、結論としては、やっぱりその同じ RH であってもボックスとラウンドであったりとか、フレーム厚の違いであったりとかっていうのがあると、実際打ってみた時に飛びとか打球感っていうのは、結構違うんじゃないかなとは考えています。で、繰り返しになりますけど、 RH ってしなり方向への剛性の高さにはなるんですけれども、実際フレームの先端に重りを乗っけるような形でそのしなやかさっていうのを測るんですけれども、なかなか実際その先端にボールが当たるわけではないですし、ど真ん中に当たることも稀ですし、っていうのを考えると、実際にはもっとこうフレームがねじれるような動きであったりとか、たわむような動き、そうですね、あとはグロメット自体のその硬い柔らかいっていうのもありますし、ストリングのたわみ方にも違いがありますし、いろんな要素があってですね、同じようなスペック、特にその同じような RH であっても、実際に打ってみるとフィーリングが全然違うっていうパターンは、あるかなというふうに思います。決して RH がね、その役に立たないとかっていうことではないんですけれども、そうですね、あくまでも要素の一つっていうようなふうに考えています。で、具体的な比較をちょっとねやってみたいなと思います。で、こんな感じで、RA の64と66をちょっとね、例にとって、ラケットこういうのがありますっていうのをちょっとピックアップしていくんですが、カタログ値と実測値と両方混ざってますけど、おおむね近い数値であるっていうふうにご理解いただければなと思います。なかなか RH 公表されてないモデルとか、公表されてない会社とかっていうのもすごく多いので、あくまでも分かる範囲の情報で比べてみたらこんな感じだったよというふうに見ていただければなと思います。まず RA64 前後のラケットなんですが、E ゾーンの98ですね。こっちが比較的ラウンド寄りのタイプですね。で、一方ボックス寄りとしては、TF40、CX200、エレベートとかが挙げられるかなという感じですね。で、ラウンドで厚みがあって、テーパーも結構強いっていうのがイーソンで、逆に21ミリ前後の、ボックス系フラットビームっていうのが、TF40 とか CX とかっていうところになってくると思います。で、実際打ってみると、イーソンの方がカラッとしているというか、ちょっと球離れが早い感じは確かにあるかなという感じがして、特にその、この中では CX、っていうのはかなりしなやかさは感じやすい気が、します。はい。特に球離れっていうのがちょっとこうゆっくりになるような感じは強いんじゃないかなと思いますね。はい。で、一方でその TF40 とかエレベートとかは結構
中身が詰まってるタイプのボックス、まあ純然たるボックス、まあ T40 は純然たるボックスと言ってもいいかなと思うんですが、エレベートちょっと微妙なんですけどね、まあまあどちらもかなりガチッとした珍しいタイプになってるかなと思います。ボックスにしてはそのしなやかさとかっていうよりは全然パワーロスしない感じの安定したフレームだよねっていう方が印象としては強いかなと思います。でこの RA の64に関して言うと、まあ見てわかる通り 305g 前後のモデルがすごく多いかなと思います。でラケットのそのトータルとしてのパワーで考えると、まあ比較的近いのかなとは思うんですね。フィーリングはもちろん違うんですけれども、で、そのパワー感もまあ近いんだけど出し方がちょっと違うのかなっていう気がしますね。 E ゾーンになると、弾離れの良さとか生かしてラケットのパワーも使いつつっていう感じなんですが、特に TF40 とかエレベートになってくるとよりこうフィジカルで飛ばすっていう感じが、強くなるのかなと思います。なので同じ64っていう RH でもだいぶ違うのかなと思います。で次に66なんですが、前作の V コア98と100とかもここら辺ですね。で、これもすいません前作なんですが、一つ前のエクストリームツアーとかですね。で、ちょっとボックスに近いようなタイプになってくるとブーンプロとかエクスカリバー、ティーファイトの RS300 とかが該当する数値になってます。で、V コアとかエクストリームツアーになると 23mm 前後でデュアルテーパーで、まあ一応ラウンド系っていうところになってくるかなと思います。でボックスっぽさっていうのがそこに入ってくるような感じがするのが、まあブーンとか T ファイトっていう感じかなと思うんですが、まあどっちもなんか純然たるボックスではないんですよね。ブーンは場所によって結構違いますし、 T ファイトはまあ薄いラケットなんですけど、何角形、六角形、五角形、六角形か、六角形みたいな感じの結構エッジの効いた形状になってますね。はい。で、エクスカリバーに関して言うと、まあ一番シンプルなボックスかなと思います。はい。で、こういう風に並べて考えてみるとですね、やっぱりまあラウンドっぽさが増すほどにですね、シナリ同じはずなんですけどね、やっぱりしなんないなっていう風には感じちゃいますよね。まあそれがねじれの少なさであったりとか、たわみの少なさであったりとかっていうのもまあ関係してるとは思うんですが、まあやっぱりカチッとした打球感で、ブレないし安定性が高いなっていう風に感じられるかなと思います。で一方のそのエクスカリバーとかになってくると、まあやっぱりしなやかさっていうのを感じやすいし、そのガチッとしてるっていうよりは、ボールをこううまく乗っけやすいっていうような感じの方が強くなってくるかなと思いますね。まあねじれやすさとか反発力っていうところになってくると、ちょっとまあラウンドに比べると厳しくなってくるのかなという感じなので、やっぱりまあ同じ RA66 であっても使用感、打球感はだいぶ違うかなと思います。でまあ最後になるんですけど、まあ僕もやっぱりラケットのこと、お話をさせていただいたりとか、もちろん自分のラケットをいろいろ試してカスタマイズしたりとかしてっていう中で、まあ、RH っていうのはすごく大事だとも思ってはいるものの、まあ、正直その RH が全てを解決するわけではもちろんないですし、万能な数値ではないと思います。あくまでもその一方向への合成を切り取った数値なので、まあまあ単純化まではいかないんですけどね、なんかなんて言ったらいいんでしょうね、その形状とか、硬さとかっていうのは、まあなんて言うんだろうな、分かりやすくどうにかしようってして生まれた数値の一つだとは思うんですよね。はい。でただまあ現状数字だけ、その RH だけを見て、そのまあこっちとこっちがどう違うのかっていうのは判別しようがないですしね、さっき言った通り同じ66でも全然違うものもありますし、っていうところなんですが、まあ
RH のその最大のメリットとしては、そのパワーロスの程度を大まかに把握することができる点だと僕は思ってるんですね。まあこれもあくまでも概算にはなりますけどね、特にそのスイングウェイトと合わせて考えると大まかになんですが、ラケットの持つその潜在的なパワーみたいなのは考えやすくなってくるのかなと思います。で、例えばじゃあ98平方インチのラケットが今気になってます、じゃあピュアアエロ98、ブレードの98、FX500 ツアー、どれがパワーが出るんだろうみたいに気になっている人がいたとしたら、まあ、この RH とスイングウェイトを並べてみましょうという感じになってくるんですよね。はい、でここで今挙げてる数値はテニスウェアハウスからちょっと引っ張ってきているんですが、ストラングのスイングウェイトと、まあ、RH ですね、ピュアアエロと FX、まあ、大体同じぐらいのRH ですね。でブレードだけが低い61になってます。でスイングウェイトで言うと、ピュアアイロが一番高くなっていて、FX500 とブレードは大体同じというような感じですね。はい、でこうやって考えるとですね、じゃあ同じスイングスピードが出せるのであれば RH も高いし、スイングウェイトも高いピュアアイロが、まあおそらく一番、まあ、パワーは出るだろうというふうに考えられますね。まあ実際ストラングなんで多分、フレームだけで考えるとマイナス30ぐらいして、290後半ぐらいなんじゃないかなとは思うんですけれどね、でブレードとかここから引いていくのでまあまあ290いかないぐらいですよね。はい、280代後半とかになってくると思うんですが、そうなってくるとやっぱりまあ触れるのであればピュアアエロの98が、まあ、一番パワーが出るだろうというのは間違いないと思います。でブレードに関して言うと、まあ、RH も低いし、スイングウェイトも、比べると低い方になっているので、まあ、よりこう自分からボールを飛ばすような感じにしていかないとパワーは出ないだろうなっていう予想がつきます。で FX はまあおそらく RH に関して言うと、ピュアアイロと同じなので、まあでスイングウェイトはブレードと一緒っていう感じなので、まあその中間っていうような感じで、予想はできるんじゃないかなと思います。まあもちろんそこでの細かい違いとかっていうのはあるんですけれども、まあ、大まかにすごく大まかにそのラケットの持つ潜在的なパワーですね、っていうのを考える上ではこの2つですね、 RH と、まあ、スイングウェイトを組み合わせて考えてもらえると、まあ、結構いい感じになるんではないでしょうかとは思いますといった感じですね。で一応 RH なかなかその一覧で見る機会ないとは思うんですが、僕が運営しているブログの方でですね一覧表を作っていますので、あこのラケットこんな数値なんだみたいな感じで見ていただける、まあ楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、気になる方興味ある方ぜひ概要欄の方からチェックをしてみてください。はい、ということで今回は RH とですね、まあ、フィーリングのところのお話をさせていただきました。まあ実際どうですかね、かなりここ 4,5 年ぐらいですかね、やっぱり僕ブログ始めて以降ですね、いろんなラケットテストさせてもらってますけど、種類すごい増えてますし、まあ、コンセプトもすごくこう、まあ、特にクラッシュとかの登場はかなりインパクトがあったかなと思いますね。24mm ぐらいあるのにすごくこう RH が低いっていう、かなり攻めたラケットが出てきたことで、まあ、厚さとかラウンド形状かどうかっていうのがあんまりその、硬い柔らかいと直接的に結びつけられなくなった時代に今なってしまってるのかなと思うので、そうですね、インプレする側からするとまあ難しいなというか、まあ、インプレする価値がだからこそ生まれてるのかなと思う一方で、買う側からするとまあ難しい時代になったなというふうに感じてます。はい、そんな感じです。今後も、こういった形で皆さんからいただいたご質問に回答していきたいと思っておりますので、何かございましたらぜひ質問箱の方に書き込んでいってください。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは。